照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。本日も引き続きモータースポーツさんで撮影させていただいております。今軟式限定、ウジさん軟式見てきましたが、僕らあんまり今までやっていなかったかな。野球入門者編クラブって言ったらいいのかな。中学軟式から野球始めますって言った選手や、草野球からね野球始めてみようかなって言った選手向けのグローブの紹介をしていこうと思います。まあ、なのでどちらかというと低価格帯なグローブとなります。はい、じゃあまず1個目ね。はい、こちらですね。はい、ウィルドライブ、ミズノのウィルドライブのブランドのグローブとなります。ラベルがね、グローバルエリートだったら金っぽいベージュっぽい、まあ糸だったりシリコンだったりで、ミズノプロはもちろん金ですよね。じゃなくてこれはシリコンの青、ラベルも今までの感じとはちょっと違うシリコン系の立体のシリコンラベルとなっています。革質的にはやっぱ落ちはします、正直言うと。まあ入門者編だったりとか低価格帯のグローブということで、そこは値段は落ちてしまうんですが、それでもね、しっかりと張りはありますね。グローブの芯自体に革はかなり薄いです。水のっぽくないっちゃ水のっぽくないような革な気もします。ただ型番としてはね、全然問題ないかな。順巻きでポケットもね、オーソドックスなタイプのポケットしていて、背面も指股がなしなので、本来だったらめちゃくちゃ深いはずのグローブではあるんですが、それなりにね広さもあるので、とりあえず当たったら入ってくれる深くて広いようなタイプのポケットとなっています。ちょっとね手小さい僕でも手口が狭かったので、まあ使っていけばね、もちろん革製品なんで伸びるとは思うんですけども、そこもちょっと他のグローブと違いはあるのかなと思っています。でカラーリング的にはオレンジ、一応表記的にはスプレンディットオレンジ、赤オレに近いようなオレンジではあるんですが、水のプロとかの赤オレに比べると普通のノーマルのオレンジに近いかなっていったような、カラーリングとなっています。ウェブちょっと斜めになってるんだよね。普通のタータンウェブ、井端選手のね、みたいなモデルのウェブなんですけども、ここはちょっと曲がってたりとか、ここにね穴が2つ開いてたりで、多分ね曲げやすい加工になってると思うんですよ。ちょっと斜め曲げかな、この角度的な感じで言うと、ちょっと斜め的な曲げ方ができるようなグローブで、しっかりと、掴めるっていったような、設計のグローブとなっています。これ一応内野用なんですよね。サイズ9だから坂本選手モデルと大きさ的には一緒かな。でお値段がね、見てください、これ安いですよ。1万5000切ってくるんですよ。14,850円。もう本当にね、中学校でから野球を始める方とか、中学校1個目のグローブだったりとか、まあ、草野球から、まあ、ちょっとね、野球始めてみようかなっていったような選手なんかにはすごいいい、お手頃な、お値段だ。でも品質もねすごいですよ。もちろん値段が安いから品質が悪いというわけではなく、品質もすごくいいグローブなんで、まあ、こういったグローブもね、気になった方はぜひ注目してみてください。はい、じゃあちょっと続いてのメーカーはウィルソンです。はい、こちらウィルソンのイージーキャッチで、あれか SSK のスーパーソフトとかに近いイメージかってことは、ああ柔らかいわ、最初から柔らかいです。閉じます。特徴としては普段のね、ウィルソンだったらデュアル加工があったりとか、スーパースキンが背面に施されたりとかっていうのが、まあ普段のねイメージだと思うんですが、これはありません。通常の、グローブと同じような、感じの仕様となっています。で柔らかいんですけど、補給面に張りもあって、柔らかすぎるわけではない。最初キャッチボールとかにスムーズに入りやすいっていったような、グローブとなっています。なんで肩もね、これどん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 自分で使い込んでって、決められていくような、グローブなんじゃないかなと思います。でウィルソンはどちらかというとしっとり系、普通のグローブだったら革質をしてるイメージがあるんですけども、しっとりはしてますが、そこまではやっぱり足してはいないですね。僕が知ってるワダビーとかウィルソンさんよりかは若干、まあ、しっとりはしてますが、若干パサパサ系に近いような感じのグローブとなっています。一応ね今5本指ではめてるんですけれども、これは多分5本指仕様なのかな。でも多分小指で全然いけると思います、これも。ただ5本指入れ仕様で、僕の手の小ささ、バッテが S サイズとかなんですけど、これだけ余ってるので、ちょっとね中のクッション性は厚めかなっていうような感じのイメージもあります。確かにここ狭いな、ここ狭めなので、最初からね小指2本でどん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 使っていく分にも全然構わないのかなっていうような感じのグローブですね。本体カラーがブラック、入門者の方なんかにはこれすごいおすすめですね。黒なんで、まあ、汚れ落としっていう点とかでもグローブもなかなかね汚れも目立たないですし、まあそういったグローブ使ってると目立たないからって言って汚れ蓄積されてっちゃって重くなっちゃうって可能性もまあありますが、入門編っていう感じではいいんじゃないかなというふうに思っています。でお値段が1万6500円
となっているので、まあ、これもね、大体まあ1万5000円前後ですよ。税抜きで1万5000円なんで、税込み1万6500円か。まあ、なので、安いです。やっぱり。なので、最初の入門としても全然持ってこいなグローブなんじゃないかなというふうに思っています。はい。はい、じゃあ最後のメーカーはこちらです。Z。ウィニングロード。まあね、Z といえば、まあ、プロステータスだったり、ネオステータスっていうのが結構イメージあるとは思うんですが、まあ、1個下、ネオステータスが大体、軟式だと2万ちょいぐらい。なんで、それよりかもちょっと1個下の部類なんですが、これに関しては、やばい。超張ってる、革が。やばいっす。軽いっす。外野用で、今までの内野用2つと比べても、大差ないぐらいの軽さをしているグローブです。まあ、外野用でね、しっかりとこういう背面紐通し。がされていたりとか、まあ、ポケットもね、ここ逆巻きになってて、広い、いうようなポケットで、まあ、ずっともう外野やってて中学校からもね、外野やるみたいな最初のグローブなんかには1個目にはすごいいいんじゃないかなというふうに思っています。でね、ここ見てください。つなぎ目に加工されてるんですよ。そういったところの補強もしっかりと、されている、グローブなので結構ね、長持ちもするんじゃないかなというふうに思っています。ああ、書いてあるわ。ほら、充実した補強構造でしっかりキャッチ、まあ、耐久性だったりとか、まあ、開閉しやすいような、仕様の設計になっているというので、まあ、そういったところはね、初めてやるっていう方なんかにもすごい向いているようなグローブなんじゃないかなと思っています。で、お値段が、こちらは16,500円、まあ、大体1万5000円ぐらいですよね。大体3つのグローブ平均とも1万5000円で動いているので、本当に、まあ、始める方にはこれが一番おすすめな部類のグローブになるんじゃないかなと思っています。で、こっちにね、他にも、まあ、ちょっと値段は上がりますが、ネオステータスだったりとか、ウィルドライブの他のがあったりとか、別メーカーね、ワペさんのグローブとか低価格帯のグローブっていうのも太田さん置いてありますので、まあ、野球を始める方にもすごいおすすめなショップとなっております。はい、ということで本日は、モンタースポーツさんで、こちらね、入門者向けといっていた低価格帯の軟式グローブ紹介をさせていただきました。モンタナさんの、各種リンク概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。いけいけいけ、そう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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。